カザーレモンフェラートは、イタリア共和国ピエモンテ州、アレッサンドリア県にある人口約3万4千人の基礎自治体。ポーガワ南岸に位置する都市で、県内では、県とアレッサンドリアに次いで第2位のコムーネ人口を有する。アレッサンドリア県北西部、モンフェラート地方に位置するコムーネ。カザーレモンフェラートの町は、ポーガワ南岸に位置し、ベルチェリから、 南へ 21km、県とアレッサンドリアから、北北西へ約 28km、州都トリノから東へ約 60km、ミラノから南西へ約 69km の距離にある。隣接コムーネ隣接するコムーネは以下の通り。PV はパビーア県所属、VC はベルチェリ県所属を示す。イタリアの地震リスク階級では4に分類される。 空撮画像、カザーレモンフェラートには、以下の分離集落がある。1907年から1985年まで、スイスの建材メーカーである、エタニット社の石綿缶製造工場が存在した。青石綿を使った石綿缶の製造は、労働者に、中皮種などの健康被害を発生させたことから1985年に、工場は閉鎖している。国立統計研究所。 トータルレジデントポピュレーション、オンファーストジャニュアリー2020バイセックスマリトル、ステータス。2021年2月21日閲覧。国立統計研究所。トボラ、ポップラツオネレシデンテアラサンドリアセンセメント2001。2018年1月22日閲覧。国立統計研究所。トボラ、スパーフィッシュテリトリアルアラサンドリアセンセメント2001。 2018年1月22日閲覧。2点間の直線距離を測る。2015年4月26日閲覧。イタリア市民保護局。クラセファケイジネシスミカ 1D チェンブレイ2020。2021年2月7日閲覧。大阪府立公衆衛生研究所メールマガジン河原ラバンダイ58から2008年6月30日。 発行大阪府立公衆衛生研究所ホームページ。ありがとうございます。